山本由伸の投球を見守るカーショー。頑張れ由伸。徐々に調子を上げていってほしいな。まだまだこれからやから、頑張ってほしい。山本調整中か、次回の登板を期待してる。一流同士で高め合ってほしい。サイン見られたり、いろいろあると思うけど、カーショーからもいいアドバイスもらってほしい。フォームチェックしてるんやな。まあ持ち味の球が決まり始めれば変わると思うから、それまで負けずに頑張ってくれ。カーショーさりげなく山本のフォームと握りが見えるか見てるな。アドバイスとかされてるのかな。故障者リストにいてもこの安心感。やっぱりカーショーがいる安心感が半端ないな。次の登板でどこまで修正できるかやろうな。開幕には間に合ってほしい。やっぱりみんな山本の握りが見られてるの気にしてるんかな。フォームチェック受けてる感じかな。みんな後ろから見てるな。やっぱり山本のこと気にしてるんかな。カーショーが温かい目で山本を見てる感じがするな。カーショー、アドバイスとかしたんかな。何にしてもいろんな言葉があるやろうから、それに左右されずに頑張ってほしい。もしかしてライバルの偵察みたいな感じか笑い。由伸、投げるたびにタブレット確認してるな。フォームとか球の回転とか確認してるんかな。ほんとカーショーも新人の力になりたって山本の投球を見てるんやろうな。カーショー、めっちゃニコニコして由伸くん見てた笑い。なんかみんな山本のこと見てるな。さりげなく後ろに一平がいるやん。通訳できたんかな。一平も大変やな。カーショーと一緒に一平がいるのっさ。大谷は山本の投球になんて言ったんやろ。カーショーが何喋ってるのかも気になる。由伸、カーショーが興味持ってくれてよかったな。調整しっかりして、次の登板も頑張れ、応援してるで。カーショーが山本の投球を後ろから見守ってるやん笑い。何回アドバイスとかしたんかな。実際どうなんやろう。メジャーの球には慣れたんかな。なんてツーショットや。後ろにいるカーショーの立ち方かっこいい笑い。